何かを愛することはまるっきり自分の心臓を差し出すようなものじゃないか。本が好きな高校生小松ひなた、偶然出会ったヤンキーに大好きな作品を侮辱されひどい言葉を吐いてしまうが、彼は不登校の同級生五十嵐ゆきとだった。彼がひなたの前に現れた理由とは、不器用な二人が織りなす冬の恋。君に降る琴の葉は、続きはレンタで。